今月二十二日に警察庁の松本光弘長官に代わり。新たに中村至理次長が長官に就任します。中村次長は菅総理が官房長官をしていた時の秘書官のほか。警視庁捜査二課長や刑事部長など。刑事部門の主要ポストを歴任してきました。十六日には警視庁の斉藤実警視総監が優待し。新たに警察庁の。 大石義彦警備局長が着任します大石警備局長は安倍前総理の秘書官などを務めました